皆さんこんにちは。DOT 劇団へようこそ、どもどっとです。今日はこちらです。はい。こちらでございます。図鑑ラムネ恐竜編でございます。はい。こちらはスーパーで買ってまいりました。ということでまずはこちらを開けていきたいと思います。さあ、どんな恐竜が出てくるのでしょうか。はい。 とというこで今回私がゲットした恐竜カードはこちらティラノサウルスとフタバサウルスになりますねでティラノサウルスのカードはこのような感じになっておりますねでティラノサウルスは白亜紀後期に生きていた 最強の肉食恐竜ですね。いやー、見てください、こちら。このティラノサウルスといえば、巨大な歯。こちらはね、30センチほどあったと言われているんですね。それに、噛む力はワニよりも強いということで有名ですしね。いやー、こちら見てるとね、 まあ迫力満点のティラノサウルスが飛び出してくるかのように思えますよ。いやーかっこいいな。これ絶対みんなに自慢してあげたいですね。そして、フタバサウルスのカードは、このような感じになっておりますね。で、 フタバサウルスといえばねあののび太の恐竜のピースケを思い出しますねいやこちらね、まあ、本物のピースケみたいですねで映画ではピーピーって鳴いていたところがもう私本当にあのシーンがお気に入りなんですよ いやああれは可愛かったですねそして今回はこちら恐竜の繁栄について書かれたものもありますねいやーこちらはね、まあ、カードだけではなくこちらの箱も一緒に楽しめるという一石二鳥のお菓子ですねいやー買ってよかったです はい。ということで、今回はこちらの図鑑ラムネ恐竜編を紹介しました。で、感想はですね、まあ見てもらったらわかるんですけど、まあ、こちら、ティラノサウルスとフタバサウルス、どちらもあの有名映画、のび太の恐竜に登場する、とてもかっこいい恐竜が手に入ったということで、本当に良かったですで。皆さんもこちら、スーパーのお菓子コーナーに置いてあるので、 ぜひ気になった方は買ってみてくださいこの DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょうグッドバイ